回やろうか。はい、おはようございます。どうもー、車チャックです。今日は新番組ということで、シンデレラ会館さんの方にお邪魔しております。で、番組名ですけど、バツチという番組になります。よっ、じゃあ説明の方、ラジ君お願いします。はい、バツチ、これはですね、視聴者の方々に、罰ゲームを依頼。はい、はい。で、今回ですね、罰ゲーム決めております。今回パチンコスロットを打つ演者さんに限ってのことなんですけど、英語禁止です。英語禁止です。じゃあ試しに一つ罰を受けてみましょう。スロット、もうダメですから、もうダメですから、これは見てください。もうこれダメですから。よし、はい、ということになっております。じゃあ今日の演者は私、はい、よしよしよし、頑張ろうね。ケツバットやだ。やだね、結構痛そう。痛そう。だ、俺が肩引いてね。そうだね。じゃあ実践の方に移っていきたいと思います。お願いします。お願いします。もういいんじゃないですか。いいんじゃないですか。あんまり大きい声出せないんですけど、21番で入場なんで、狙い台あるんですけど、取れたらいいですね。いや、結構緊張するね。チンジャラ初めてだからね。はい、すいません、ありがとうございます。すいません。あー、せいや座られた。あー、せいや取られた。くそー、マジか。じゃあギアス、じゃあギアス、どうすりゃいいだこりゃ。またわかんない。じゃあこう、こう、朝一ギアスです。お願いします。スロバチャック、きょうちゃんです。今日はですね、新たな試み、新番組がスタートいたしましたよと。朝一ね、ちょっと聖夜狙って行ったんだけど、バババッと3人お客様座られて取られちゃったんで、まあ、迷った挙句、前日いい感じのギアスめっちゃ出てる。うん、で、企画簡単にケツバットです。英語喋っちゃダメです。じゃあまず1匹目、1匹目いきますよ。帰ってこいよ。じゃあこっからもう英語禁止ね。はい、じゃあ分かりやすくスタートって言いましょうか。そうだね、はい、俺はいいっすよね。そう、そう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 、はい、じゃあ実践スタート。よしよしよし、始まりました、実践。今めちゃめちゃガックンしたね。ガックンしましたね。怖いなあ。結構なんか結構ガックンするね。あ、じゃあまあ筐体が古いから、うん、かもしれない、うん、まあちょっとその辺わかんないけど、ギアスはねもう導入されてかなり経ってるから、うん、別にそんなに説明するほどのこともないかな。いやー、せいや打ちたかったなね。あれ、だからこういうことしてくれてるとリセットの可能性。はい、あ、はい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 、早いな。はい、1 だからもうそういうことなんだよね。意識してないと。いや、だからこれで一発ね、叩かれちゃうわけでしょ、お尻を。はい、そっかそっか。
だから逆になんて言うの巻き戻し巻き戻しだから今のまああのだからまあギアスの点ギアス点が溜まったよみたいな感じの告知をしてくれてる感じ今のは見してくれてる感じもうちょっと面白くてしょうがないですけどちょっと待ってめっちゃ難しいんだけど本当にどうしようこれ結構偉いよこれ赤いね本当だあれテリーだったのかな。はい。あ、やべ。僕は今日ダイのことは一切見ません。ああ。きょうちゃんの言葉だけを。ちょっと待って。激アツっす。やば。ああ、もう当たりました。え、やばない。これ何柄？これ何柄？キリンでいいんじゃない？キリンはセーフか。お前おいやりやがったな今うわ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 いや早いですね朝一18回転朝一18回転投資の方が1本ですだからうん難しいよね言えないんだよねそれをちゃんとでも大のことは教えてくださいそうだね、はい、どうなったんだっていうのはちゃんと話してもらわないとちょっとさわかんないんだけどあだからさっきのさくらんぼだと思うのさくらんぼでどうなんだいまあ何しろ当たったしかもいい方のやつこれが僕の力ナイスーあーうまいうまい早ない？早っていうか街道遊戯うますぎスロットねスロット揺さぶりに来ないでもらっていいこれギアス最遊戯久々にギアス打つの、はいはい、結構忘れてるまあそうっすよね、うん、普段打ってないとね結構これだからこういうのも示唆が出てるプロの騎士団が出たら、はい、いいんじゃないっていうああ今赤かった熱いわこれは多分ね当たるあー熱いです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 ほらもう熱いよこれあーおあ行っちゃっていいよもうあもう当たるよ私だってさっきと同じだもん当たるよここであーうまっ逆さくらんぼそりゃそうだ当たるよ当たるよえやばくないっすかちょっと待ってなんか知らない展開だなこれ
もうやめていい。だいぶプラス。いやもうもう勝ってるよ。やば。21ゲームうん、あ、ごめん、21ゲームビッグボーナス、はい、アウト。お前やりやがったな。くっそ。じゃあ分かったよ、もうじゃあ叩かれること分かってるから言ってやるよ、はい、このボーナス終わったら叩かれてやるよ。言ってるし。後期空間後期空間に行くと思ってたから、ちょっとまさかの。さ、揺さぶらないで。いや、 やっぱそれが面白いとこじゃないですか。まあね、これギアス最遊戯。もういいかいい加減。分かってるよ。いやだからもう負けないんだよ俺。いやマジうまいな。負けないんだよ。今までまだ負けてないっすもんね。そう、負けてもないし負けさせてもない。やば。なんかねあんまり見ない終了画面、うん、でもなんかあのギアスの ART 濃厚って書いてある。ほらね、言ってんじゃん。だからもともと当たってたんだよ。あ、そういうことか。もともと当たってたけど強制的に当てちゃったんだよ、はいはいはい、なるほど。絶対そう。うますぎじゃないですか。じゃあ一回叩かれいきますか。いやそうっすね、はあ、ルールは3回言ったら一発ですもんね。ちゃう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 。あ、違うか。1回言うたんびに叩かれたんだったら大変だから、3回言ったら3発叩かれに行く。あ、そういうことか。うん、だけど俺も叩かれるんだったら叩かれてやろうと思って4回目言ってやったわ。マジ。一応俺の方が年上だけんね。連続で行く。そうだね、ちょっと1回行ってみよう。てか殴られたこんねえから分かんねえな。結構痛いよね多分。はいよ、まあ、まあまあしょうがねえ。うん、おい、あい、まだちょっとでも弱いら。本当？これあと3発受けんの？結構痛かったよ今。はい、いいよいいよ、何でもいいよ。あ、あいない。あ、最後の一番痛い。これきついな。まあこういう感じでやってくんで。じゃあ実戦戻ろう。はい。ああ、痛かったわ。っていうか今俺叩かれて思い出したんだけど、そもそもこれ何で当たったかって景気見れるんだよ。あ、なるほど、忘れてた。その時来たらやってみます。さあ行くよ。これこれこれ、ここ絶対行かないステージ。あー、あ、さっき言ってたやつか。うん、よかった気づいてね。で今ギアス最遊戯引いたんで、ギアス最遊戯重複の当たりもあるかもしれないよって。こういうのね。これね今ものすごく激アツです。さ、俺がさ英語喋るんじゃねえかと思って黙るのやめてもらって。ちゃんと会話しないと。待ってるんすよ。どんだけ日頃のあれを鬱憤を溜めてるんだよ君は。もう躊躇なく行きましたからね。やっぱ遠慮しちゃいけないかなって。まあそりゃそうよ。開始ボタンを押せ。ああ、ああ、ああ、もう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 、だってね。ああ、ああ、ああ、かっこいいですよ。次回予告。あ、そう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 そんな感じ。
はい、当たりました。はい、ナイス。はい、18回転。いや、たまらんな。たまらん、たまらん。あ、あ、いいんだよね。で、あ、うわ、やばいやばいやばい。もう絶対いやちょっと安いな俺、こっちのいい方のかけら来ると思ってた。あ、分かった、ゲンさんが反射してるんだ。ゲンさん、はい、ゲンさんの広告が。ちょっと待って、そうだよね、と思った。後期目からだと思われる。ここだっけ、どこで。ああ、出た。そうだね、そうっすね、チャンス目が、うん、うん、後期目ね。やばいやばい、めちゃめちゃ調子いい、めちゃめちゃ順調。こういうのがめちゃめちゃ上手なの。こういうことをやって、今ギアスの面白いところをお届けしてます。でもこんなに簡単な台じゃないからね。これ結構辛いよ。通常時というか、さっき23ゲームで当選してるから。そうだね、うん、やば、100ゲーム以内に3回ビッグとか。ごめん、今ちょっと聞いてなかった。何もううますぎ。要約するとうますぎ。要約するとうますぎね。はい、いやー面白いです、面白いです。で、この準備中が結構熱くて、ほうほうほう、うん、結構ね、準備中にかけら集めれることが多いんですよ。だからここでハマればハマるほど良い。あ、うまいってこと、うん、まあ枚数は減るけど、あんまりこういうとこで、こういうの、あー、うまい、こういうこと。これで突入と。蜃気楼やりたいな。なんすかそれ、突破ゾーンみたいな。V 破壊の一部で入るこのステージが蜃気楼っていう、はい、うん、すいません。やべえ、ちょっとイライラしてきた。聞いといてね、聞いといて言う。そう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 。もう一回いいですか、ごめんなさい、普通に今のなしでいいな。あ、いいっすね、今のなしでいいな。ダメダメダメ。そのピ、かけらをたくさん集められる空間があるの。でもちろんこれ押し順でもギアス最遊戯来ることあるんで面白い。うん、いやでもちょっと弱いな。勝てるとき勝てるけど、うん、あの強えやついんのよ。あ、うん、5個じゃちょっと足りない、うん、5個じゃちょっと弱いね。こういうのうまいでしょ。うまい、ここでマレ役。で、この場、戦いの最中やりたいのがギアス最遊戯。これを引くと 50% で勝利なんや。あ、マジっすか、うんうん、あっち5割で。今のは
判定員が気づいてないからセーフで、いいね。はい、あ、うまい。これで、あ、これがそう、5割で8。ほうほうほう、こういう感じ。ほうほうほう、これで勝ってればピロリム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 リってなる。その表現すげえっすよ。なんとなく分かったでしょ。なんとなく分かりました、うん、ちょっとどうかな、きつそう。いやどうや、ここで最終の判定。これより最終決定コード。この位置。あー、やっぱねー、あの勝ってる時はさっきので一撃でいけてんだよ、うん、ただまあ復活もあるから。これデフォ、デフォ、あ、いや、そ、全部言ってないから。それは英語じゃない。まあ、こういう遊び。ゲーム性と、なるほど、なるほど。今、ちなみに俺何回です？今、ちなみに8です。あ、違う違う、7。え、最初の4回、うんうん、戻ってきて3回言ってます。もう言ってんの3回も、はい、もう3回言ってます。早いな。え、お尻持たないんだけど。あ、そうだね、これそれ。大きい空間、あ、こういうところもあのチャンスアップの、はい、強い、強いよ、強い、うん、チャンス、うん、うーん、東堂さん、いやー、あ、でもなんか、いやー、次当てたら叩かれいきますよ。いきますか、うん、じゃあその時まで全部あの貯蓄しときます、ね、そうだね、貯蓄しといて。カットしませんからね。え、嫌い俺。え、大好き、好きだからこそみたいな。そうっす。え、俺帽子あげたよね。あ、そうなんですよ、きょうちゃんに帽子とマスクいただきました、うん、あげちゃったわ、いい先輩、ありがとうございます。なんていい人なの。で、ちょっと減らそうかな。あの、そうだよ、だからそういう猶予ないとマジで仲悪くなると思うよ。そうっすよね、うん、ちょっとひりつきが。、うん、だから、あんまりここでやりすぎちゃうと次このペアで俺がそっちの立場になったとき危ないですよ、うん、あれこれってどうだったっけみたいな思ったときにみんな多分携帯で調べると思うの、はいはいはい、これ当たってるかも。当たったわ、ブルブルしてる、うわー気持ちいいやつだ。ってことは最遊戯重複かな。ああ、最遊戯重複です。で、これ中やりたいのは大遊戯をとにかく引いて4個で後期空間、5個で、その繰り返す最遊戯時間。
でピーンみたいな音がする。それが来るときはこういうこと、うん、何もなく。ただね、いいですよ、いい感じですよ。次当てたら4回、4回も殴られるの。またもうテンポよく行こう。テンポ行きますか。うん、時間もないから、ね、うん、はい、えらいもんでね、ちょっと慣れてきたよ。あ、でもね、やっぱね、ジリジリする。うん、ジリジリする。ちょっと一服する。ちょっと一服しようか。あの、うん、気持ち的になんかちょっと危ないわ今。ポンポンポンっていった感じがいいね。そうっすね、危ねえな。リズムよくね、うん、はい、そうだよね。よし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 、ナイスナイスナイス。さーて、41ゲーム。うま、ナイス、うん、ナイスナイス。いや、2回ですか、2回。そっか。ナイスナイス言っちゃったね。まあいいや、当たったから。当たったらホッとしちゃってさ。まあまだ2回だからね。いや、早いな。でも迫力は大体1。うん、これがギアスだったりカレンちゃんだったりすると、あの歩数が、あの、もっともらえたりする。こいつが強いんよ。ビスマルクさん。うまいんじゃない。めっちゃ攻撃してる。あ、もう一回いったら確定。ああ、そうだよね。いけ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 。あ、チャンスアップ。そう、いやー、ギアス最遊戯引いたら確定。おーい、よかった、アップね。ただもう全部使い切ったから。これをね、こんなドキドキをずーっとやれる。なんて面白い機種なの。めっちゃ面白い。あ、うまい。あの、マレー役。よし、進行を続ける。この一撃で切れる。こい。あー、そりゃそうよ、そりゃそうよ。まあでも復活もね、あるかもしれないから。そうっすね。はい、ちょっと待って、何か強そう。女の子はお設定しさですよ。なんか絵のタッチがさ、こう今流行りの体格だよね。そうっすね、友っぽい。あ、俺、うん、俺ってあのほら昭和の頃にさ、あの出てたアニメキャラの、雑魚キャラの体格してるから。あの、得てしてね、体格がいいやつっていうのは大体弱いから。ただ俺、アラジン S2 打った時の動画で言ってるけど、はい、実際はデブってクソ強えからね。本当に言ってた言ってた、うん、ただね、ひとたび何かを守らなきゃならない戦いが来た時ですよ、デブっていうのは本気を出すんですよ。守るべきものがあるから戦うんですよ、デブっつうのは。わかりますか。怖いです。質問なんですけど、はい、大きい空間チャンスゾーン、うん、の、あの、ハレルヨンあるじゃん。ハレルヨン、ハレルヨン、ハレルヨン、うん、ハレルヨン、あ、リベリオン、うん、はいはい、それって英語、それセーフにしましょうか。説明できないじゃんね。そうっすよね、うん、じゃあそれセーフにしましょう。
その単語 OK にして、はい、リベリオン OK にします、うん、あのさリベリオン何言いたいか忘れてたナイス思い出したら言うわちょうど今持ち銀貨がなくなったんで現金投資再開していきますよと。はい、まだね1本だから全然余裕っすね、うん、あのねまだだからそうただで楽しませてもらったぐらいの感覚なんか話そうとするとああえそうだよね。まあ当たっ狙えてなかったのか。わあ。じゃあ叩く？そうですね。タイミングが一緒。今若たちも出ていくのが見えました。うんね、一応当選ケーキ確認しようか。はい。ああ。え何発？5かやるならちゃんとやって。はい、行くとき行くって言って、行くとき行くって言ってよ。何行くとき行くって言ってよ。はい、あ痛いあ痛いあ痛いあのね本当にマジで変わりてー、俺早めに実践終わるからさ変わろうよはい、なんで今俺押したんだろうねまあ、ギアスなんかはさ、はい、結構コアなファンの人が多いと思うの。はいはいはいごめんごめん、はい、今普通に喋っちゃった。光っとるわ。エリオンだ。男性の最終局面に行こう。あ、消えちゃった。あ、そうだよね。おー、うん、あー、よく行くね。来たよ、半月羅漢の陣。赤いこれだから、あ、これデフォね。あ、あ、やりやがったなまたやりやがったな赤いってさっき見たから分かってたよねこの人性格悪いっすわどうなの？玉木。玉木。行けよ玉木。いや。お、行ったー。よし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 。ナイス。玉木。ありがとう玉木。コロッと話変わった。よかったよかった。玉木。ナイスナイス。あれ？2回連続で言うの得意っすねいやイラッとすんなまあいいや、とりあえず今何回これ。今2回です。2回ね、はい、103ゲーム。え銀貨いっぱい出るやつ当たってからでいい？はい、やりたい。はい、もう言っちゃって、言うこの ART やりたいからはい、1、うん、103回転。よし、いやーよかった。いやーナイスナイス、うん、うまいうまい。ああ、うまい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 よ。ああ、いいね。1個か。単発か。
あーやれんな。やれんですなぁ。なぁ。あー、うまい。まあ、まあ、でも、これ、リベリオンの方じゃないから、別に、これではないんだよ。あぁ。ワン。当たってるかもしんない。赤当たってんちゃう？あーナイスーナイスーブロックせーでもキョウちゃ ん当たっちゃったから。あ、そっか、はい、あ、これじゃあさ左右儀時間に入ったら叩き行こう、はい、あー、わかりました。これちょっとやらして。そうっすね、後期目。はい、いやー最初だけだったな本当に。玉木玉木エア楽しそうなギア振ってるな。やめたくなってきた。無理に決まってるよ玉木玉木。まあやめちゃっていいかな。絶対的にもうギアステンもないんで、ほうほう、やめます、はい、やめますやめます。強い意志を持って。うん、もうね22本投資してますから。まだ22本だけどね、ちょっと展開に恵まれなさすぎて5発ね。うん、よしよしよし、22本でしょ。はい、これから行きましょう。はい、あ痛い。あ、痛い、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 はい、行きましょう。行こう、ガツンと頑張ろう、はい、全然ね、全然いけると思う、はい、まあまあ、タバコでも吸ってね、はい、ちょっと休憩しようよ。うん、なんか朝ねスタートダッシュ決めれたと思ったんだけど、なかなかやっぱ難しいね。今ここカウントなしだよね。ここはなしなしだよね。実践中じゃない。うん、そうだよね。いやーちょっとボーナス重かったね。最初ねめっちゃ軽かった。最初よかったね。何打とうかね。あれ投資が20。うん、そう今22本だから、まあコイン持ちがいい台でこうあんまりこうあらあらしてない台の方がいいような気するんだよね俺は。うん、でまあ6号機でさっきちらっと見た感じは絆2とかも入ってたし、うん、でもいいかなみたいな。うん、ただまあちょっと鈍い値な感じだったね。4台だったっけ、4台島で綺麗にね半分に割って俺らと反対側の2台が割と出てる感じだったね。まあ悪くないと思うんだけどね。今日朝若にもらったハイライトがもうなくなっちゃった。一気に吸っちゃったな。いやー6号機か、何がいいかな。おー、やばい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 、え、一発目よ。